米津玄師、韓国語で挨拶も。宮崎駿監督の新作、君たちはどう生きるか韓国公開のお祝い映像が、公開日デイリー2023年10月28日15時22分写真イコール、では韓国で公開初日に25万人の観客を動員し、全体ボックスオフィス1位を記録した、宮崎駿監督の新作、君たちはどう生きるか。今回、感動的なメロディーと歌詞で深い余韻を与える主題歌、地球儀、スピニンググローブを歌った米津玄師から韓国上映をお祝いする映像が公開された。公開された映像は米津玄師が韓国語で挨拶する姿から始まる。また、自ら作曲や作詞にも参加した地球儀についてこの映画の脚本と4年間向き合い、この映画のためだけに作り上げた曲ですと、格別な意味を伝えた。映画のメッセージを盛り込んだ歌詞と、感性的なメロディーが際立つ同曲は、巨匠の宮崎駿監督と絵コンテを元に作業し、4年かけて完成させた。宮崎駿監督も涙したと伝えられ、話題を集めた。映画を見た韓国の観客たちは、全く想像もできない境地で組み合わさった新しい世界、久しぶりに考えて悩みながら見た良いアニメ、成長と現実に対する精察が見える作品、宮崎駿監督の精髄を見たようだなどの反応を見せた。君たちはどう生きるかは、時空を超えた神秘的な世界に偶然足を踏み入れた少年マヒトがミステリアスなアオサギに出会ってから繰り広げられる時空超越ファンタジーアドベンチャーだ。韓国で早くも1位に。宮崎駿監督の新作、君たちはどう生きるか公開初日に25万人を突破。宮崎駿監督の新作、君たちはどう生きるか韓国で10月25日に公開決定。メインポスターが解禁。元記事配信日時、2023年10月27日18時7分。記者、クアクミョンドン。